いどうも、メガサブの地球をきれいに255回目は、前回もビーチクリーンしましたね。今回もちょっとビーチに近いとこのゴミを拾うダニー。はい、いいね。海駐車場ゴミだらけにだ。なんだこれ、食えるのか、これ食える身か、これ。ビーチクリーンって思ったけど、これ駐車場クリーンで終わっちゃうじゃない？あれ取りたい、あいつ取りたいね。取れない。あいつ取りたいけど取れない。取れた。見たら砂だらけになるから嫌だけど、あそこのゴミ拾って帰っかなと思ったけど、ゴミじゃなかった。あれ、あの人のサンダル危ない、あんなの拾ってったら怒られちゃう。この辺だけで音を立てる。花火いや、これ花火、海といえば花火。いや確かにさ、メガサブさんらの年代の人たちもそりゃ若い頃、海で花火とかやったよ。やったけど、まあロケット花火は確かにさ、飛んでっちゃってどこ行っちゃったかわかんねえからそのままにしてた人だけど、手持ちの花火とか、あの普通の花火、あれのゴミは絶対持って帰ってきてたんだよね。昔から捨てる人間とそうじゃない人間とって分かれてる。捨てる人間って結局は子供の頃の育ち方なんだよね。あとはあのなんていうの、まあいいか。はい、そんなわけで、あ、まだあそこもあった。名刺っぽいよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、ね、気になる動画はこちら、ね、よかったらチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。